平、聖、ジャンプの知念優里が映画単独初主演を飾った坂道のアポロンの完成披露し社会が2月5日東京 EX シアター六本木で行われ知念をはじめ共演の中川博士、小松菜奈、中村歪尺、マノエリナ、メガホンを取った三木隆弘監督が上映前の舞台挨拶に登壇した2009年度この漫画がすごい 女編第1位、第57回小学館漫画賞に輝いた、小玉幸氏の同名漫画が原作。長崎、佐世保で暮らすことになった内木な高校1年生、西見香織、知念が、札付きの不良と恐れられる、川淵千太郎、中川、その幼馴染、向井律子、小松と出会い、ジャズを通じて、絆を深めていく。 撮影で辛いと感じたことはなかったと充実の笑みを浮かべた知念。撮入前まではプレッシャーに押しつぶされそうでしたけど、監督をはじめ、スタッフの皆さんは本当に温かい方ばかり。撮影の合間には、ミキ組全員でバドミントンやトランプでゲームをしたりして、コミュニケーションを取れました。これだけ愛のある作品になった一つの要因だと思っています、と振り返っていた。 ジャズピアノの魅力に取り憑かれていくカオルを演じるべく16年9月からピアノレッスンを始めた知念は最初の練習では周りの大人の方々がびっくりするくらい褒めてくれたんです。いけるんじゃないかと勝手に感じてしまったカッコアいとにっこり一方迫力あるジャズドラムを得意とするセンタロー役の中川は同年7月から猛特訓をスタート練習初日は 全然叩けなくて、帰り道、千太郎役を降ろされたなという気持ちだったと焦りを感じていたようだが、その言葉を受けて、知念は大使のこと、すっごい、褒めてたよ、とフォローした。撮影中、知念と中川の演奏を間近で見ていた小松は、二人が初めてセッションするシーンは、私もドキドキしてしまって、撮影が始まると、どんどん顔が、 生き生きとし始めて、自分もそこに入りたいなという気持ちになったんです。それに、目線がイチャイチャしていましたかっこ笑い。互いに高め合って、良いものにしていくという意気込みが伝わったんですと告白。イチャイチャなんかしてないよと否定した知念と中川だったが、すぐさま、可愛い靴下、知念、可愛いネクタイだね、中川と、互いのファッションを褒め合う、創思創愛ぶりを見せつけ、 場内を沸かせていたこの日は、劇中で演奏されるアートブレイキーの名曲、ボアニンの1フレーズを披露することになったジ念と中川。リズミカルなメロディでファンの心を揺さぶった後、1、2、3という中川の掛け声をきっかけに、2月16日に22歳の誕生日を迎える小松へのバースデーソングへと伝調した。巨トンとした表情の小松の前に、 ケーキが運び込まれて客席は大盛り上がり。予想外の出来事に笑いが止まらない小松はまさか過ぎちゃってよくわからなかった。聞いたことある曲だなってかっこ笑い。嬉しすぎます。と喜びを爆発させていた今。バースデーソングは劇中に登場しない曲だったため舞台挨拶中はこれがあったからずっと緊張していたという一年。あ、ま、のから サプライズだったからなのか、二人とも打ち合わせの段階から、上の空だったと、暴露されてしまったが、撮影以来、約半年ぶりのセッションを、久しぶりに目を合わせてやるのは、熱くなるものがあったね。知念、目が合うたびに、キュンキュンするんですよ。中川と心から楽しんだようだ。坂道のアポロンは、3月10日から、全国公開される。